皆さん、こんにちは。スカイランドベンチャーズのヨンクローです。今回からまた新しいテーマで、ポッドキャストを収録していくんですけれども、僕たちのテーマ、注目しているのが、ネクストウェルスリー起業家を生み出したいというところですね。これまでの、やっぱグローバルで戦っている、起業家の皆さんもたくさんいたというところで、そういう方々からインタビューをして、いろんなナレッジを、皆さんにお伝えしたいなと思っています。そして、第1回の、ゲストはですね、大変光栄なことに、渡辺翔太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近だとソニーとか、あと、ポリゴン GKEVM とかと、提携も発表して、すごく話題を今集めてますけれども、いろんな活動の幅を今広げていますが、やっぱり2年前とかに僕、いろいろメディアで見させてもらっていて、当時やっぱりウェブ3起業家としてみんな憧れたと思うんですよ。あの姿に。で、グローバルで日本で活動っていうような姿に。で、今日はそういうところをぜひお聞かせください。よろしくお願いします。楽しみにしてます。なんかカジュアルな感じなんで、あんまりこう、飾らずに、なんかいろいろ、こう、赤裸々に話せればいいかなっていうふうに思ってます。いいですね。じゃあ次の起業に挑戦したい人たちに向けて、ちょっといろいろと僕が質問させていただきます。もはやもう必要ないとは思うんですけれども、皆さん存じていると思いますが、簡単にちょっと今の活動の自己紹介とかお願いしてもいいですか？アスターネットワークファウンダー、スターテラボ CEO の渡辺聡太です。アスターネットワークは日本初のパブリックブロックチェーンで、最近、イーサリアムのレイヤー2であるアスター ZKEVM っていう、ZK っていうゼロ知識証明の技術と、あと、ポリゴンの、技術を使って、作る、日本初のイーサリアムレイヤー2です。で、それとは別で、アスターパラチェーンっていうポルカドットエコシステムにおけるアスター1.0っていうのと今併存している関係で、アスターワンポイントは、ポルカドットの中で今一番でっかいプロジェクトで、かなり、日本企業とか、それ以外にもアダプションが進んでるようなチェーンになります。で、今まだ世界で、ランキング的に見ても100位前後みたいなところで、ここからもっとより、高みを目指してやっていきたいなっていうふうには思ってます。で、スターテールラボの方が、Web3 for Billions ですね。つまり、こう、数十億人の人たちが当たり前のように Web3 技術の恩恵を得られている世界っていうのを、目指しています。で、1月に作った会社なんですけれども、ソニーネットワークコミュニケーションズっていう、ソニーのインターネットグループの会社ですね、と、資本業務提携をしておりまして、だいたい5億円くらいシードで、投資していただいたっていうのと、あと、最近一緒にブロックチェーンを作るっていうような、アナウンスメントもさせていただいて、かなり結構反響があって、最近はなんか責任の重さと重圧をひしひしと感じてます。日本でソニーと提携してとか、またあと次のステップでレイヤー2を構想してとか、なんか1個コマをまたさらに進められた印象があるんですけれども、で、前回のその AMA、僕も聞かせてもらっていて、これすごく共感したなというところが、2点あるんですけども、1個がWeb3 事業はタイムマシンではなくてアービトラージ戦略なんだみたいな話があったと思うんですけども、このあたりちょっともう一度聞かせてもらってもいいですか？もちろんです。孫正義さんの時代でよく孫さんがそのタイムマシン経営みたいなのを言ってたじゃないですか。今言ってないと思うんですけど。20年、30年前は、一種こうシリコンバレーとか、ベイエリアって言われるアメリカの西海岸で流行ってるビジネスを日本に持ってきて、で、日本で、流行らせる。で、それで上場させたりとか、株式投資しながらそれやれると思うんで、かなりリターンを得るような形だったと思うんですよね。で、もしかしたら、孫さんとかはまだタイムマシン経営をやってるのかなと思ってて、例えば、ウーバーに投資して、ウーバーの日本進出とか、ディディとか、あと、アリババの日本進出だとか、最近だとオープン AI に投資するのか、みたいなところまで話が入ってるじゃないですか。で、Web3 になると、なんかよりグローバルなコミュニティかつ、なんかその、インターネットこんだけ進んじゃってるんで、情報格差みたいなのともほぼないんですよね。で、なので、こう、グローバルで考えて、お金があるところからお金を調達すればいいし、人を採用しやすいところから人を採用すればいいし、ユースケース作りやすいところからユースケース作ればいいと思うんですね。なんで、結構グローバルレベルでのアビトラージ経営だと思っていて、例えば僕らって日本でできなかったんで、一番最初海外であって、バイナンスとかコインベースとかポーリーチェーンでアメリカのファンド、中国のファンドから
だいたい30、40億円くらい調達をして、で、今、時代がアジアなので、日本から、こう、ユースケースを作ってるんですよね。で、NTT さんとか、ソニーさんとかとお仕事一緒にさせていただいていて、で、今度日本でそういったユースケースをどんどん作っていけば、それが今度海外に出やすくなるんですよね。で、多分来年とかは僕は中東だとかアメリカとかもっとフォーカスしてるんだと思ってて、で、アメリカで勝ちに行くと。で、そしたら今度も、アスターは日本のチェーンだとか、僕らの会社は日本の会社だみたいな人、言う人いなくなると思うんですよ。グローバルで勝てば。そういったようなアビトラジ経営っていうのを最近は考えてやってます。なるほど。なんか、特に僕が印象に残ってるのは、なんか、チーム構成はここがいいとか、エンジニアはこのエリアがいいとか、マーケティングはこれがいいとかっていう国ごとにいろいろ挙げてたと思うんですけども、今、現時点での、まあ、なんか、渡辺さんの、なんかこう、見解みたいなのありますか？そうですね。まあ、お金って言った点では確実にアメリカが今一番あるじゃないですか。で、ユースケース作りに行きやすいのは僕が日本人なので日本ですよね。で、エンジニア人で結構やっぱりこういいのはヨーロッパ系の特に東欧の人たちは結構いいですね。やっぱりアメリカのエンジニア高すぎる問題 っていうのがあって、で、同じレベルのエンジニアとか持っていいエンジニアがアメリカじゃなくて、ヨーロッパだともっとこう比較的安価に採用できるっていうのと、あと、日本も多分グローバルで見ると比較的安価なんですけど、問題は英語で、ヨーロッパの人たちはデフォルトで英語を喋るので、やっぱこうグローバルチーム作ろうってなった時に、その英語がネックで、やっぱヨーロッパでの採用が一番我々進んでるっていう部分はありますね。なるほど。いや、めちゃくちゃメイクセンスですね。要は、まあ、優秀な人たちはアメリカにもいるんだけども、まあ、コストも含めて考えると、まあ、東欧あたりがすごくいいよっていうことなんですね。そうですね。で、あと、まあ、我々の場合、資金調達とか戦略はアジアで作ってるので、まあ、僕がいるからなんですけど、ここが HQ、まずヘッドクォーターで、ここからいろいろ指示出して、アメリカとかヨーロッパの、人員を動かすっていう感じですね。ありがとうございます。あともう一点が、伸びそうなんだけど、これから伸びそうなんだけど、まだ注目されてないところでナンバーワンを取る。まあ、まさにポルカドットの戦略もそうだし、よくまあ、いきなりイーサリアムに行くんじゃなくて、ちょっと違うところのチェーンでやっておいて、第一早期を取ってからメインに行くみたいな、話もよく聞くんですけれども、このあたりなんかピーター・ティールの話を、引き合いにお話しされたと思うんですけども、何か、そうですよね。もう一度、はい、教えてもらってもいいですか？ピーター・ティールの021って結構名著じゃないですか。で、その中で言ってるのは、その、ニッチな市場を取るとのがすごい重要だと。で、そのニッチなマーケットを取ってから、それを横展開してって、徐々に大きくしていくみたいなのがすごい重要だというふうに思うんですよね。で、もちろんその世界中の競合ってめちゃくちゃ強いので、最初からグローバルで戦ってもなかなか勝ち目ないと思うんですよ。だったら、その特定の市場で一番を抑えちゃうっていうのがすごい重要だと思っていて、まあ、僕の場合は両方ニッチじゃないんですけど、例えばポルカドットっていうマーケットで一番抑えたと。で、日本っていうマーケットで、まあ、多分アダプションとかの観点では、一番に近いところを抑えたと。で、それがあると、今度、イーサリアムとか、もう最強の人たちがいる中でも、ポジショニングというか、自分たちの存在意義を示しやすいんですよね。で、それは、戦略的にわざとそういうふうにやっているので、ここからが本当に世界戦というか、本当に勝負になってくるかなっていうふうには思います。まずは目立てるところでとにかく目立って、で、そこから今主戦場に乗り込んだよっていうのが、もうまさに今のフェーズってことですよね。ああ、本当に今のフェーズですね。はい。はい。渡辺壮太さんがじゃあこれまでじゃあどんなことを具体的にファウンダーとして取り組んできたかっていうのを、もうさらに具体的に深掘っていきたいと思うんですけども、はい。まず最初に事業アイディアって、これ結構苦労される方多いんですよ。事業アイデで、ア。はい。どのドメインでやろうかとかもそうだし、まあ、誰をユーザーターゲットにしていこうかとかそうなんですけども、特に Web3 って、ユーザーが、やっぱ見えにくかったりもするので、まあ、そういう意味では、当時ですね、当時振り返って、事業アイディアをどういうふうになんかこう固めていったかとか考えたかとかっていうのはあって、今振り返ると何かありますか？走りながら考えるって感じですけどね。あ、なるほど。まあ、正直僕らがなんか生きながらえた
僕らがなんか、ここまで長くできたのって、僕が正直学生だったからなんですよね、一言で言うと。僕は起業した19年の時に、月の給料15万円で、手取り12万円くらいだったんですけど、なんかそんなもんだったんですけど、なんかそんな人たちが3人とか言ってやってたら、月の番が15、45万とかじゃないですか。そう。なので、例えば、こう1000万円調達してても20ヶ月持つんですよ。そうですね。じゃあ、ゴールドマンサックス出て、自分で起業した人が、まあ、こういうベアの相場で1000万円しか調達できなかったら、1年も持たないわけですよね、1人で。そうですね。はい。まあ、単に、なるなんほかど。僕らの、なんか、良かったのは、正しい場所で、長く張り続けられたっていうのは少し一つ、まあ、勝ってないんですけど、まだ。うまく一定できてる理由で、まあ若い人ほどチャンスだと思うんですよね。守るものないじゃないですか。で、別になんか、僕も学生とかだったら数万円で生きていけるじゃないですか。みたいなのがすごいチャンスで、で、正しいところにちゃんと張り続けることができたら、それなりに結果って伸びてくるんで、で、そういったなんていうんですかね、張り続ける勇気と、それをできるだけの、まあ、体力だとかがすごい重要かなっていうふうには思いますね。まあ、正直その資本政策だとか資金調達はめちゃくちゃ、苦労したんですけれども、まあ、なんとかなりましたね。ありがとうございます。とにかく、まあ、ブロックチェーンという領域にはハローっていうふうには考えていて、で、そこからまあ資金調達に動くと思うんですけれども、実際にどうやって具体的に最初の一手打っていったかとか、まあ、VC をこういうふうに探したとか、まあ、こういうふうに伝えたらよかったけど、これはやっちゃったなとか、まあ、振り返ってみて、まあ、投資家とのやりとりっていうのはどうですか？さっきの質問と紐づくんですけど、そのいいアイディアって基本的にその自分で見つけるっていうのもあるんですけど、僕の場合はいろんな人たちと話して、いろんな人たちの現地情報、一次情報を取りに行って決めてる感じなので、資金調達もそうですけど、いいアイディアの見つけ方も、やっぱりその現地の一線の人たちに会いに行くっていうのはすごい重要だというふうに思いますね。ポリゴンがとか、ソラナがとか、イーサリアムがとか、ポルカドットが、その運営の人たちは今どういうことをやろうとしていて、どのディレクションでやろうとしていて、どういうことに困っているのかっていうのを、本当にその人たちから聞く。で、近い距離感で仕事をするっていうのが、勝つ上で非常に重要かなっていうふうに思います。で、とにかく頭で考えるんじゃなくて、人に会って話も聞くし、ディスカそうッでションす、もそうすでるす。し、まあ、その仕事している姿も見るということですよね。そういう意味では、一回ブロックチェーン企業に入られてますもんね。僕、そうですね。サンフランシスコで1年間くらい働いてました。やっぱその時の経験が、やっぱ、原体験として大きいですか？僕、当時学生で、特に何もスキルなかったんですけど、めちゃくちゃ E メールしまくって、めちゃくちゃ動いたんですよ。そしたら、チャンスもらえて、なんかそういう、こう、サンフランシスコとかって、その当時シリコンバレー全盛期なんで、かなりなんかまあ難しかったんですよね。そのチャンスを得るのが。でも、数打てばいけんだな、みたいなことが分かったのは、すごい良かったですね。まあ、その中で、アイディアも固まりつつあるタイミングで、いろいろ VC とかも数を打っていったって感じですか？そうですね。最初大変でしたよ。だって、Web3 の説明から入んなきゃいけなかったんですよ。で、レイヤー1ブロックチェーン作ってますみたいに言われても、その Web2 的な頭の使い方する人たちは、じゃあそれって儲かるのから入るじゃないですか。いやいや、儲かるのみたいな世界じゃまずないんです、みたいな。で、トークンってのがあって、みたいな。で、トークンって何みたいな。株と何が違うのみたいな。そのトークンの価値はどこから生まれるのみたいな。もうなんかもう頭の使い方全部違うんで、最初大変でしたね。それは国内も海外も両方行ったんですか？あ、国内ですね。まあその国内苦労しましたね。海外のそういった VC とか Web3 企業はかなり、もちろん分かってますよね。でもまあ最初はじゃあ日本で調達して、そこそうからです。行ったって感じですね。そうです、そうです。じゃあ、今でこそね、Web3 の説明結構難しさあるんですけど、当時とかもっと難しいでしょうね。とね。当時はめちゃくちゃ難しいですね。今はかなり楽になりましたよ。まあ、楽になった方なんですね。わはい。かりました。なるほど。じゃあ、グローバルに資金調達していこうってなったタイミングってあったんですか？あ、もう日本で調達できないから海外でやるしかないなっていう感じですよね。あ、そうなんだ。
最終的に手段がなくなって、海外にとりあえずじゃ調達しようって言って、あ、そそうこです、そうは、です。まあ、比較的理解してくれて、やってそうです。くれたって感じですか？あと、最初から僕ら、トークンに対する出資だったので、トークンに出資できる VC が日本にいなかったんですよ。まあ、そうですね。はい。そう、選択肢がそう最で初からす。ないみたいな。うん。なるほど。そうなんですよ。今でさえ、LPS 法が変わろうとしようとしているところですけど、そもそもどこにトークンに投資をするときに、どこにボトルネックがあるのかすら分かってないような時代なんで、厳しかったですね。なるほど。じゃあまあでもそこではもう数を打って、とにかく行動して、その中でラーニングしていくっていう、まあ、今も昔も変わらないような渡辺スタイルってのがあるんですね。あ、そうです。渡辺スタイルです。いいですね。で、じゃあ次の話で言うと、グローバルでやろうってなった時に、そのチーム作りとかチーム集めはどのようにやっていったんですか？その人の巻き込み方とか、どうくどいかったかとか。なんかそれっぽくやっただけなんですけどね。それ僕、そそれっれぽく僕やっが知りたいんですよ。た。言語化もできてないんですけど、まあ一つ重要なのはカルチャーですね。カルチャクリプトの領域とか Web3 の領域とかってやっぱりノイズ多いんで、その短期ー。うん。的な事象を過大評価して長期的なことを過小評価する傾向がやっぱあるんですよね。じゃあ長期的にこうチームとして最大の成果を上げるために重要なのってやっぱカルチャーだと思うんですね。で、カルチャーが強いっていうのはクリプトにおいて非常に重要で、なぜかというと、もう最初からみんなリモートワークで世界中の各国に分かれて仕事してるんで、オフィスに集まってみたいな話じゃないじゃないですか。そうすると、そのカルチャーの強さ以降が直接的に生産性に紐づくんですよね。みんなで同じオフィスにいるよりも。なるほど。はい。で、何がこう正しい行動だとされてて、何が正しくないのかみたいなのがちゃんとみんなが分かってる必要がすごいあるかなっていうふうには思います。で、あともう一個は、やっぱりその、ボラタイルな市場じゃないですか。そのトークンの価格が上がったり下がったりやっぱするじゃないですか。で、なので、その、上がったり下がったりするときに、同じように、こう、モチベーション高くやり続けられることができるかっていうのはすごい重要で、そこを僕らは最初からすごい見てました。なのなんで、まさで、に今とかですか？今、ちゃんとうん、やれそうるそう人そうたそちがいいっう。て感じですかね。そう。だから僕らってそんなに辞めていく人たち、めっちゃ少ないんですよ。僕らの方から、ごめん、解雇通知出さなきゃいけないみたいなときはいっぱいあるんですけど、自分で辞めていくみたいなケースってめちゃくちゃ少ないんですよ。で、それは多分僕らが、こう、モーメンタムと、こう、強いカルチャーを意図的に作ってきたからだと思ってます。カルチャーありがが一とう番ござ大い事でますす。よ。カルチャー。そのカルチャーって、そのアスターのカルチャーでどういうふうに、あ、アもうス少しター詳のしくカル教えてチくャださーは結構偏ってて、まず一つは、進捗で結果出せ、結果出せ。うん、結果しか見ないっていう、結果出せっていうのと、それをみんなにちゃんと周知しろっていうのと、あと、いいやつでいろっていう。人としていいやつでいろっあ、ていそうです、そうです、クソ野郎になるなっていう。う。なるほど、なるほど。まあいいですね。だからまあすごくシンプルで結果を出して、だからそれを抱え込んでもダメだから、ちゃんとみんなにそう PR そうしなさそう。いということと、で、人としていい人でありなさいと。はい。なんこで、の3結つ果を出で。したがる人が結構多いんですよ。だからなんかめちゃみんなめちゃくちゃ働きますし、なんか例えばアスターのそのツイッターとか見ていただくと多分わかると思いますけど、他のプロジェクトと比べてめちゃくちゃ進捗とかめちゃくちゃコラボレーションとか、特に日本企業ですけども出てるじゃないですか。明らかに。なんか1週間に1個新しいこうコラボレーションとかが出てくるプロトコルなんてないですからね、他に。渡辺はい。聡太さんが常にやってるっていうよりは、もういろんなところで同時多発的にやってるから、あのスピード感ができるっていう感じではあるんああ、ですそうね。です、そうです、そうです。プロジェクトや事業会社とのネットワーク作りというのは、実際にこう、どうやってますか？まあ、特に渡辺聡太さんは表に出て何か言語化して説明するのとか、すごくお上手だなとか思いますし、まあ、だからこそやりやすくなったりするシーンもあるのかなと思っていて、ポイントとか大事にしてることみたいなのありますか？抽象的になっビジネちゃスうんをですけど、一つ目は、やっぱり、リーダーシップで大事だなと思ってるんですね。ブロックチェーンってこう分散だ分散だっていうふうに言うじゃないですか。で、なんか分散で思考停止する人たちめっちゃ多いなと思ってて。で、分散にもいろいろ種類あって、なんかそれ技術的な分散なのか、そのコミュニティエコシステムの分散性なのかってすごい違うと思うんですよ、まず。で、ブロックチェーンは、Web3 的なのはその
技術的には絶対に分散させないといけないと思います。それ分散しないんだったら別になんか Web2 とかそれ以前の話になるんで、やる意味がない。で、この分散的な技術の上に成り立つコミュニティの分散っていうのは、大事な場面と大事じゃなくてない場面がちゃんとあるなと思っていて、なんか例えば、こういうベアマーケットみたいな時って、こう明らかに、いや、方向性はこっちなんだって推し進めていくリーダーの数っていうのがやっぱすごい必要だと思うんですよね。じゃあ、なんか全部オープンガバナンスでやって、トークンホルダーが決めてみたいにやってたら、進捗なかなか生みづらいですよね。で、僕が思うのは、今って、こう Web3 のユーザーって1%もいないわけですよ。人類の。ですよね。で、インターネット44億人使ってるわけですよ。で、1%しか使ってないものを分散化す、コミュニティ的にですよ。技術的には分散してるべきなんですけど、コミュニティ的に分散させようとしても、この1%の中の分散でしかなくて、そうですそれね。が僕らやんなくちゃいけないのは50%とか60%にすることなんですよ。で、50%、60%まで行って、初めて分散させようって話だと僕は思ってて。なんで、この1%をどれだけこの60%にするのかっていうのは、やっぱ中央集権的なアプローチの方が効率的なことがあるし、高いリーダーシップを持ってやっていく人数の数がやっぱ必要だと思うんですよね。はい。なので、僕ら的には、リーダーシップを持ってこういうマーケットの時にちゃんと前に立ってやっていくっていうのがすごい重要だというふうに思います。なるほど。なんか前のイベントでも、要はリーダーがたくさんできるような分散組織を作りたいと思ってるみたいなのも言ってましたもんね。そうなんですよ。Web3 の領域って、なんかその分散性って言って思考停止する人たちが多すぎるんで、なんかその分散性っていうのが、そのプロジェクトのファウンダーとか、プロジェクトのコアメンバーが、ラックオブコミットメントって言うんですけど、コミットメントを緩める理由だとか、なんか言い訳に使われてるんですよね。じゃあななんるかほこのプロジェクトすごい進捗全然ないじゃんみたいな。いや、でも俺らは分散してるから、みたいな。意味ないんですよ。なるほど。そうですね。そう。なんで、その中途半端な分散化は逆に弊害なんで、こう、今のこの1%しか使ってない人たちをどう100%に近づけるかっていうところは強いリーダーシップが必要ですね。僕の定義する分散性は、リーダーが消えることではなくて、ビットコインみたいに、もうそのプログラムされてて、それで動き続けるものはいいですよ。ただ、社会にアダプションさせようみたいになったときに、ビットコインもちょっとそうかもしれないですね。リーダーの数が多ければ多いほど分散につながると思うんですよ。なんかビットコインもサトシ・ナカモトはいないけど、いや、俺ビットコインめっちゃ好きだから頑張るぜみたいなリーダーとか企業の数がめちゃくちゃ多いじゃないですか。だから分散制だと思ってて、で、アスターとか、それ以前のレベルで、一人しか、ファウンダー3人しかいないのに、自分たちをフェーズアウトさせていきますみたいな、ちょっとよくわかんないですね。すごいリーダーシップが失われちゃうっていうところのデメリットの大きいよねってことですよね。そうです、そうです。だからリーダーの数は増やせば増やすだけ分散性っていうような考え方ですね。じゃあ、そういうリーダーシップをもとに、今までこうやってこられたっていうところで、ただやっぱりピンチもあったと思うんですよね。ピンチもあったと思うんです。今いろんな冬の時代も乗り越えられてきてるので、で、例えば、今多分 Web3 の起業家、結構厳しい局面を迎えられている方で、踏ん張っている方も多いと思うんですけども、なんか、渡辺さん自体が、資金難だったストーリーとかも、当時話せたと思うんですけれども、その時に、もっと具体的に、なんか、エピソードありますか？なんかこうやって乗り越えたとか、これはマジでやばかったな、みたいなのあります？やばいのばっかっすよ。やばいのばっかりなんですね。結構、今までやってきて、他のプロジェクトより、いい意味で地雷ばっか踏んでますよ。それは、僕らなのるほ前にど。道がなかったんで、道の整備をしなくちゃいけないのがすごいあったんですけど、いや、例えばなんか Web3 のビジネスをピュアにやろうとした時に、もう国外でやるしかないっていうのはやばいっすよね。そうですね。そうですよね。そうですよね。そう、今ですら一定のこう認知、認、まあ、理解度を示している方々多いですけど、あれ、途中でこれ日本でできないんじゃねってなるほどね。そんなことないですよね。走り普通抜のけスたターけトど、アップ。振り返ってみればちょっとやばいみたいなね。日本でできないみたいそう、できないんじゃねっていうなね。こととか、
まあ、あと、最初の方とか、全然お金稼げなかったんで、なんか銀行の口座残高200万円って、あれこれ3ヶ月しか持たないんじゃね？みたいな。おお、残りラーメン3そヶ月。う。はい。みたいなのもやっぱあるし、で、当時会社始めた時僕学生で、全然やっぱお金、まあ稼ぎができなかったんですよ。その受託だとか、ができなかったんですよ。だから本当に、給料日が、社員の給料日が、もう本当に嫌で、本当に嫌で嫌で、仕方なかったですね。で、前のつ、これ見えるわけじゃないですか、この通帳で。前の月より減るんですよ、お金が。いや、そうですよね。入ってこないからね。入ってこないからね。その時のやっぱね、辛さっていうのはね、今でも大事にしようとすごい思ってますね。なるほどね。で、最終的に救われたのが、まあ、ポルカドットのトークンが上場したからっていう話はすごく有名だと思うんですけれども、その時の、その心境、それまでのギリギリまでの心境、どう乗り越えたんですか？もう、結構楽観派なのか、もうどうなのかなって気になりましたね。ああ、でも、これはすごいなんかあってよかったなって思うような言葉で、僕らのその開始の時に演じる年してくれた方がやっぱいて、で、その人に言われたのが、僕はブロックチェーン全然わかんない。だけど、なんか、蒼太くんは、そういう、こういう性格だから、倒れるとしても、こう前向きに思いっきり倒れろよっていう、倒れなさいねって言われたんですよ。なんかその言葉が結構押してくれて、背中を。あ、なんか前向きに倒れていいんだってすごい思うじゃないですか。だから、その僕が重要だと思うことから逃げない。そのパブリックブロックチェーンだったら、当時そのプライベートチェーンとかコンソーシアムブロックチェーンいっぱいあったんですよ。絶対パブリックブロックチェーンなんですよ。だと思ったし、で、一番こういろんな分析をしたときに、ROI が高いのはブロックチェーンを作ってトークン発行して、そのままエコシステムを大きくすることだったんですよ。確実に。なので、それをやり続けるっていうふうにはありましたね。いや、すごくいいエンジェル投資家でしたね。その言葉が、ここまで、ああ、推そう進なんで力すを持たせよ。てくれるという意味では。そうなんですよ。なんで、いいです僕ね。もその若い起業する人たちは、なんか前向きに倒れてほしああ、いいですね。前向きに倒い。れろ、というね。前向きに倒れてほしいし、あともう一個大事なのは、やっぱこの、筋通すっていうとこっすね。筋を通す。で、そのなんかお金の大きさはそんなに関係なくて、この人からお金を預かったから、僕は、こう、まず死んでも結果出そうと思うわけですよ。で、絶対に筋通そうって思うんですよね。当時僕学生で、そんななんかトラックレコないわけですよ。で、若い人たちが、頑張ってるから応援しようっていう人たちが、その投資家に入ってもらって、例えばソニーの元社長の出井さんとか入ってもらって、で、出井さんとかWeb3 とかブロックチェーンの可能性は見出してるんですけど、ブロックチェーンとか Web3 のことを理解はしないんですよ。で、その時に、やっぱ僕ができるのは、やっぱりこの事業を通して、こう僕が前向きに倒れることだな、倒れたとしようみたいな、一生懸命やりきることだなと思って、なんか、なんで、今の若い人たち、僕より若い人たちで起業する人たちも、なんか守りに入んないで前に倒れてほしいですね。ああ、いいですね。いい言葉ですね。僕たち投資も、家さんも投資家先生そうっすよね。そうですね。やっぱ特にしかも僕たちって学生に投資も多いし、シード金の人たちに投資することが多いんですけども、やっぱ未来なんてわからないですからね。極端に言えばね。そんなことはないので、やっぱりその走りながらの、まさにその PDCA だったりとか、新しい発見だったり、ここから可能性を生まれていることもあるので、とにかくやり続けたりとか、まあ失敗しては派手に前に倒れて、次につなげてほしいっていう気持ちですね。あとなんかその企業とかお金を人から集まるっていうのは趣味でやってるわけじゃないんで、責任が生じるし、プロフェッショナルでないといけないので、なんかそこの、うまくいったらいいんですけど、うまくいかなかった時の筋の切り方がすごい重要だなとは思いますね。なるほど。まあ、でも今の時点では、まあ、なんとか、前に倒れきることなく、斜め45度ぐらいは危ない、あっ危たない、かも危しない、みれたいな。ない。あったけど、なんとか入ってきてるっていう状況ですね。そうですね。一応、今僕の人生に関わっていただいた方々、金銭的に関わっていただいた方々には、それなりに多分、リターンをみんな返してるって感じですね。なるほど。わかりました。
で、その、じゃあ、まあ、資金調達をしてってなると、まあ、いろんなエグジットとかも見ていくことになると思うんですよね、起業家として。で、まあ、アスターはもちろんトークン上場してますから、まあ、トークン上場してるんですけれども、そのプロセスって、なんかこう、こんなとこ苦労したなとか、いや、結構簡単だったよとかなのか、なんかどんなことやってきたのかみたいなのを、もう少しこう、次の起業家に伝えたいなと思ってるんですけども。いやー、もう簡単なことなんて何一つないですよ。なりません、ない。はい。苦労しかしてない。苦もう労しかしてない。トークン上場に関しては、やっぱりそのナラティブがすごい重要ですね。僕らはたまたまそのポルカドットが盛り上がってるタイミングだったんで、比較的バイナンスとか OKX とかいろんなティア1のプロジェクト取引所がすぐ上げてくれましたね。おお、なるほど、なるほど。でもまあ、そこに至るまでに、じゃあ例えば資金調達とかも戦略的にバイナンスとか OKX とかホービーとか入れてるんですよね。なるほど。なんかそういう、なんでしょう、インセンティブを揃えるようなところのビズデブのところが、まあ、効いたのかなっていうふうに思います。まあ、取引所とかって、基本的に今とかすごい厳しいんで、やっぱり、投資してるから、じゃ上場させるよみたいなことは全然ないんですよね。例えばコあ、インそうベースなんとかってで僕ら投資もらってますけど、上場はしてないですね。まあ、あと、彼らの情報の意思決定メカニズムとか全くもらえないんで、なんか気づいたら上場してるとか、あれあ、上場しそうてなんないでみすたいね。な感じなんですけど、でもやっぱりその、じゃあコミュニケーションちゃんと取ってこっちからアップデート送るだとか、対面で一回会って信頼性を築いておくとか、まあそういったところはすごい重要で、で、クリプトの領域だってやっぱりオンラインでみんな分かれちゃってるんで、なんかわざわざ会いに来るやつとかってあんまいないじゃないですか。なんかそういう逆張りをするのがすごい大事ですね。なるほどね。なんかみはい。んながオンラインだからこそ会いに行くとか。そうそうそう。なるほど、なるほど。いいとはころ。い。逆に事業としてのなんか目指したい定量指標みたいなのあるんですですね。これは Web3 関係なくていいですか？もちろ関係なくて、一起業家としてやりきりたいのは、30歳終わるくらい、30歳の、まあ、まずまで31歳までに、その1兆円、2兆円作るっていうのをやりたいですね。事業として。で、今、それができるチケットはあると思うので、それを今ちゃんとやりきるっていうのが、僕が今一番大事にしようと思っていることですね。なるほど。じゃあ、まあ、直近で発表したことも含めて、それをどん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 発展させていって、そこの部そう分をです目指ね。していきたいっていう方ですね。はい、そういうことですはい、ね。はい。で、やっぱり、20代とか30の初めとかで、多分、こう、1兆円、2兆円単位で物事を考えられる物差しを手に入れられたら、その後の僕の人生のレバレッジって相当効くと思いますし、すごいその自分の価値観変わると思うんですよね。もうだいぶ変わってるんですけど。なんか、例えば、孫さんの最近読んだ本で、なんか、孫さんって、英語の1ビリオンから数えるんですよね。で、1ビリオンって大体1000億円なんですけど、1ビリオンで考えるから、例えば、500億円の売り企業価値とかは0.5ビリオンなんですよ。みたいなことを書いてあって、いいなと思って、で、なるほど。僕単位がの違うん尺だ。度、そうそう、僕の尺度が、今はだいたいミリオンなんですよ、ミリオン。で、僕の尺度が30歳までにビリオンになったら、多分今後、僕人生でやることって、もう社会的なインパクトがグローバルであるようなことしか多分やらなくなるんで、なんかそれすげえ価値観的に大事だなっていうふうに思いましたね。そうですね。なかなかそこのステージに誰もが簡単に行けるもんじゃないからこそ、まあ、そこでしか成し得ないことがありますからね。ぜひ、そのステージにぜひ立ってください。期待してはい、ます頑の張りで。ます。はい、応援してます。はい。で、最後に、次の NEXT Web3 企業家へのメッセージみたいなものを、まあ、ちょっと一言二言でなんかいただけると嬉しいんですけども。若い人たちまですあ、はい。か？若い人たちですね。はい。まあ、僕も若いんですけど、はい、そうですね。やっぱり思うのは、自分の視座というか、自分のこの成功の定義をどこに置くか、で、まあなんか半分ほとんども決まるって言っても過言ではないと思うんですよね。まあだから、
どの山に登るのかっていうところがすごい重要だと思っています。じゃあ、なんか、富士山登りたいっていう目標なんだったら、じゃあ別にそんなにトレーニングしなくてもいいわけですよね。でもじゃあエベレスト登りたいってなったら、多分めちゃくちゃトレーニングしないといけないんですよ。で、なんかどの山登りたい、どういう資産を持ってるかで、多分その一日の過ごし方とか、なんか人生変わると思うんですよね。で、僕的に今こう日本の経済とか、日本のこうスタートアップエコシステムを見ていて、なんか富士山登る意味ってあんまりないんじゃないかなと思っていて、あ、それはあれですね。今から新しく起業する若い人たち、アンビシャスな人たちが、別に富士山登る意味ってあんまりないじゃないですか。そこってもう、だいぶ道整理されてるから。じゃあ、だったら、なんか、エベレスト登るんです、みたいな。いや、もうエベレスト通り越して宇宙行くんです、みたいな。ちょっと、まあなんか、みんなから多分理解されないし、もしかしたら僕みたいになんか海外行っちゃうかもしれないですけど、なんか、そういう気概を持って、スタートアップをやる人たちが増えたら、きっと日本って良くなるんだろうなっていうふうに思います。なるほど。ありがとうございます。確かにもう、本当にどこをゴールにするのかだけで、まあ、変わってきますけどね、その行動一つ一つが。そうですじね。ゃあ、渡辺さんはもうもっとこれ宇宙を超えて、もうどっか違う、と違うりあえず次大元気の圏を世脱界出に、しないとね。大気圏を脱出、目指して、頑張ってください。ということで、はい、もう本当頑に張り非ます。常に深掘りをさせてもらって、貴重なお話聞かせてもらったなと思いますので、ぜひ、これからも、アスター含めて、応援させていただきたいと思ってますし、まありがとうございます。た新しいレベル3起業家ネットワークとして、いろいろ何かコラボレーションできる機会があれば嬉しいなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。